はいそれでは11月5日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。え疲れたとい,い,いうことですねえ。勉強を続けていると正直今日はやりたくないな。 って思う時もあると思います、えー、試験日までまだ11ヶ月ありますので、えー、試験日までおそらく10回以上、えー、やりたくないなって思う時はあるはずなんですねで、そんな時はもう休む、えー、リフレッシュする、やりたいことをやる、えー、それで全然構いません重要なことはその後いつから勉強を開始するかこれを決めておくこと、これが重要なんですねこれを先に決めておいてから休みましょう で、えー、それをスケジュールにちゃんと予定として記入しておくことこれが重要ですそうしないともうずーっとダラ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 もう休んじゃってしまってもう取り返しつかなくなっちゃうんですねで、過ぎた時間っていうのはもう取り戻せませんので必ずスケジュール上に予定表として、えー、記入しておくとこれぜひです、ね、実践してみてくださいそれでは3問に入ります 代理人が相手方の詐欺にかかって、えー、締結した売買契約。これは代理人も本人も取り消すことができる。まるか罰かということですね。まあ、代理人が相手方から詐欺を受けちゃって売買契約締結したと。この売買契約は代理人本人どちらも取り消しができる。まるか罰かという問題ですね。答えは罰ですね。代理人は取り消すことはできません。 本人のみ取り消すことができます。代理人が相手方の詐欺にかかって締結した売買契約、これは本人は取り消すことができる。まあ、これがまあ、答えなんですけれども、これだけ覚えてしまってはまあ、いつまでたっても得点伸びないんですね。この問題は非常に重要なポイントが隠されています。で、この重要性、ほとんどの解説書には記載されていないんですね。 でなぜ重要かというと、代理の基本的なことを知っていれば、この問題答え導けてしまうんですよ。覚える勉強じゃなくて、理解をする勉強法、これの真髄が、この問題にも現れているんですね。で、これについてはすいませんえ、個別指導の受講者さんのみえお伝えいたします。で、問い2です。宅建業者 A は自ら売り主として、3000万円の土地付き建物。まあ、これ未完成です。 これを、宅建業者でない B と売買契約を締結した債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円それとは別に違約金として500万円と特約した場合当該特約は無効となる丸か×かという問題ですね答えは×ですこれ特約が丸○無効になるんではなくて一部有効なんですね でその一部っていうのが600万円分なんですけれども、まあ、その点についてちょっと解説していきますこの問題はハッシュ規制の一つである損害賠償額の予定等の制限の話なんですねでポイントは損害賠償額の予定と違約金えこれっていうのは代金の2割を超えてはいけません今回代金っていうのは3000万円ですね3000万円の2割っていうのは600万ですで2割を超えた場合っていうのは2割になるんですね 2割を超える部分が無効です。2割を超えていない部分は有効なんですね。つまり、600万円は有効で、600万円を超える部分のみ無効です。で、今回問題文では1000万円ですよね。500万プラス500万で1000万円です。1000万円で特約しているので、400万円部分は無効ってことです。つまり、本主特約っていうのは、まあ、無効になるんじゃなくて、損害賠償額の予定プラス違約金イコール、600万円になりますよ。 つまり全部が無効になるんじゃなくて一部有効ですということですね。なので答えは×です。で問い3ですね。中止区域に所在する土地において届け出が必要な土地売買等の契約を締結しようとする場合その届け出をした日から起算して6週間を経過する日までの間はその届け出にかかる土地売買等の契約を締結してはならない。○か×かという問題ですね。え答えは丸です。 これも意外と覚えていない方、多いんではないでしょうか。えただですね、これ基本的な内容なんで、え絶対覚えてくださいえ。監視区域、中止区域に所在する土地の売買契約を締結する場合の流れっていうのは、届け出をして、6週間待って、その後契約できる。これが原則なんですね。ただ、例外として、この6週間待たずに契約できる場合ってあるんですよ。それは、届け出した後に、勧告、もしくは不勧告の通知を受けた場合。 もうこの場合っていうのは6週間の期間待たずに売買契約を締結することができます、まあ、きっちりね原則と例外を頭に入れておきましょうえ今日も最後までご覧いただきましてありがとうございましたレトスの小野でした